ラチン県は、アゼルバイジャン西部の県。カラバフの3地方のうち、ザンゲズル地方に含まれる。山岳地帯に位置し、豊かな自然環境と農業、落農が盛ん。県とはラチンで、首都バクーから陸路で 450km の位置にある。アルメニアと旧ナゴルノカラバフ自治州を最短距離で結ぶ、ラチン回廊が県内に存在し、自治州が、 アルメニアの後押しを受けて、アルツァフ共和国として独立を宣言すると、その重要性から1992年にラチンを占領した。以後、約28年間、ラチン健全域はアルツァフに実効支配され、アグジャバディ県に県政府が置かれた。2020年の停戦協定で、回廊地帯を除く大部分が同年12月1日に返還され、 再びアゼルバイジャンの統治下に入った。古代に建てられたチティザーネイバンク修道院ラチンは、誇りという意味で、これは、ンとラチンの近くにある山にちなむ。それまでは、アブダラーと呼ばれていたが、1924年にラチンが死へ昇格したことを記念して、作家タグサハボジーシムールグによって命名された。古代は、アルメニア王国。 アトルパテネ王国の領土の一部として人が居住していたという。県内には紀元前頃の芸術作品や中世に建てられた城や橋といった歴史的建造物が多数存在し国が認定したもので合計200を超える。近代はカラバフハーン国、ロシア帝国、エリザベトポリ県に属した。ソビエト連邦成立後は アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国の一部となり、1930年にラチン圏が設置される。ソビエト連邦末期、ナゴルノカラバフ自治州をめぐり、アルメニアとアゼルバイジャンとの間に戦争が勃発する。ソ連崩壊後の1992年5月18日、アルメニア軍はラチンに侵攻し、支配下に置くことに成功する。やがて県全体が制圧され、 その過程で多数の歴史的建造物が被害を受ける。住民であったアゼルバイジャン人は殺害されるか国内避難民として県外へ避難した。ラチン県は自治州外では初めてとなるアルメニア勢力の占領地となり、その衝撃はアゼルバイジャン国民を刺激し、当時大統領であったアヤズムタリボフが辞任に追い込まれた。県は アルザフ共和国のカシャタグ地区の一部となり、アルメニア人が多数入植した。2020年9月末より始まったナゴルノカラバフ紛争では、アゼルバイジャンが優位な状態で停戦。停戦協定によって、12月1日に、ラチン県はアゼルバイジャンへ返還することが決定した。一方で、ラチン回廊は、ロシアの平和維持軍の管理下に置かれ、 アルメニア・アルツァフ間の交通を監視することになった。12月1日に予定通りアゼルバイジャンに返還され、同日中に同国軍が侵入した。一つの市、一つの都市型集落、125の村からなる。2009年に実施された国勢調査では、ラチン県の総人口は69,087人であった。民族別人口は以下の通り。 しかし前日の通り国勢調査が行われた当時は、全域がアルザフの実行支配下にあり、現地の統計ではないことを留意する必要がある。なお、アルザフが2005年に実施した国勢調査では、カシャタグ地区の総人口は9763人。カシャタグ地区は、ラチン県よりも大きいが、民族内訳ではほぼ全員がアルメニア人となっており、 アゼルバイジャン人は例人という結果が出ている。紛争前となる1979年ソ連国勢調査では、総人口は47,261人。クルド人はソビート連邦時代より一定数居住しており、連邦成立後の数年間は、クルド人の行政区画であるクルディスタン軍が設置されていた。アルメニアの占領後となる1992年5月20日、 70人ほどのクルド人によって、ラチンクルド人共和国の建国が宣言された。これは、歴史的経緯から、クルド人の権利を尊重した、アルメニアの提案であったが、ほとんどのクルド人は侵攻の際に殺害されるか、県外へ避難しており、共和国の領土と宣言された地域には、極少数しか、残っていなかった。その後アルメニア人が増加していく中、 共和国は自然消滅した。この20世紀に2度行われたクルド人の自治計画はどちらもソビエト連邦、アルメニアによって政治利用されたという見方がある。ABCD、テリキシー。ラチン県政府。2020年11月21日閲覧。エクラ・ハシミイワチニン・ベイスズ。ラチン県政府。2020年11月21日閲覧。 abcde, 零四クカ間だ。ラチン県政府。2020年11月21日閲覧。ハリシ。ラチン県政府。2020年11月21日閲覧。エスニックアルメニアンビレッジャーズバーンハウジズビフォー。アザービジャンテイクオーバー。アルジャジーラ。2020年11月22日閲覧。ab, アルメニア占領地。 変換完了アゼルバイジャンに、名ゴルノフンソウ。時時 .com。時時通信社 https コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル ?k イコール2兆201億2010万 1139&g イコール int2020 年12月1日。閲覧。results of the military aggression of Armenia against The Republic of Azerbaijan. アゼルバイジャン内務省。2020年11月21日閲覧。サウス、コーカサスディールエコーズプランフロム30 years a g AL モニター。2020年11月22日閲覧。アザービジャニーズセレブレイトカラバフディール。アナドル通信社。2020年11月22日閲覧。 アルメニアアザービジャンアグリーピースリール・オーバーナゴルノ・カラバフオークル・メディア2020年11月22日閲覧ライブ・アップデートロシアン・ピス・キーパーズ・インスペクティング・オール・ビークルズ・インラッケン・コリドールスプートニク2020年11月22日閲覧ナゴルノ・カラバフエスニック・コンポジション二千五千サス pop-stat.mashke.org 2020年11月22日閲覧 s のカフカス ru 2020年11月22日閲覧ラッケンカーディッシュリパブリックイズデクレアード kurdishmedia.com2013 年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ 2020年11月22日閲覧。フォーマーリーダーオブショートリブズソビエトカーディッシュリパブリックベリードインエアビルクルディスターン242020年11月22日閲覧。ありがとうございます。